台湾一周鉄道の旅。今日は台北から新竹まで移動します。まずは腹ごしらえ。新竹ソーセージ。谢谢。このパッションフルーツも食べてみたい。うん。パリパリ、新種がパリパリって。塩とか振ってくるべきだったのかな。あー、まあ、ベーコンとか食べる、うん、やっぱりお箸がいいよね、こうやってね。このお箸、中だけ食べるのなのかな。すごいね、ファッションブースね。美味しいね、うん、美味しい。すごい香りが高いね。せーの、ファンタオ。すぐ食いま。可以啊。我们要去这里，月台在哪里？前面，那个红色桌子那个。啊，谢谢。谢谢。next one.
夫が持ってくれています。悪いね、ここあったんだね。あ、エレベーターある。いやー、街歩きが始まりましたね。気持ちいいな。なんか特段観光スポットじゃなくてもこういうのがいいんだよね。綺麗なトイレでよかったよ。じゃあ行きましょうか。お水出そうか。こんなのがあって、ちょっと塀みたいのがあって、ねえよ。じゃあ座ってて。あ、そう。にゃあ。ねえよ。計を済まして。あ、もう来てんだ。飛び出てきた。私が注文したのはこちらの黄色い金芯菜と鶏のスープ。金芯菜は薬膳に使われる食材で、気の流れを改善し、気持ちの落ち込みや憂鬱感を解消し、精神を安定させる働きがあります。ほうれん草の20倍の鉄分が含まれ、台湾の高山で栽培されたものは味が良いとされています。夫が注文したのは、しもつと鶏のスープです。しもつは、当帰、熟児黄、鮮球、白爵の4種類の生薬で、この黒いスープには、それらの漢方が入れられた袋がそのまま入っています。鶏のもも肉の旨味もありますが、漢方の味が強かったです。気、血の循環を改善し、全身の組織、気管に栄養分を供給し、自循する働きがあるそうです。人気だね。はい、でここら辺がその入り口です。
それでは627号室入ってみたいと思います。よいしょ、ここに火入れるんですね。よいしょ、お手洗いは、おー、あー、なんかいい気がする、私の感。あー、シーツもサラサラ、なんか完璧に綺麗な感じがする。どうでしょうか。あー、見晴らしもいいですね。あー、ヤシの木が見えて、あ、あそこチャペルなんだ。あのホテルの低層階の屋根が、チャペルになってて、あー素敵でしょうね。そしてこちらがソファーで、キングサイズベッドですね。昨日はここにちょっとトラブル起きて、ピカピカのシーツ、本当にピカピカのシーツだね、綺麗。そしてそこに、あ、余計なものがなくてね、いいですね。これは何かな、ちょっと開けてみる。ああ、充電ステーションになりますね、ここね。便利そう。よく考えられてる。そして、ここが、きれいきれい。あ、よく考えられてる。ここのホテルの名前はフーリスホテルです。で、椅子があって、テレビは LG です。スリッパも揃っていて、そしてそこがお風呂ですね。スケスケちゃんだけれども、きっとなんかスイッチを押すと見えなくなるやつだと思います。すっきりした、すっきりしたインテリアでいいですね。あ、ここがお茶をいただけるところで、ウーロン茶、ブラックティー、アールグレー、中国茶から、普通の紅茶、日本茶もあります。うん、そしてこちらがどう開けるのかな。あれ、あれ、どう思う？これ違うのかな。ただの鏡か。ただ、あ、こうだ。よかった。あ、バスローブもゴージャスなのありますね。あ、ちゃんと袋に入ってんだ。確かに使わない人がいたら洗濯しなくてもいいもんね。賢いな、このホテル。それで寒い時用にあれで。あ、ここに洗濯袋があります。ランドリーサービスがあるんですね。それ使ってもいいかな。あ、ここにシャオシン挟みて、あの、気をつけろ、挟んじゃうよ手をって、あ、よくみんな挟みやすいんだ、ここ、気をつけましょうね。あー、そうなってるのね、気をつけなきゃ。トイレがとうとうです。あ、ウォシュレットでいいですね。あ、あー、自動で開くやつ、自動で開くやつ。 あ、そして洗面所もなんかピカピカ。あ、ちょっと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 、これさ、日本式のお風呂じゃない、洗い場があるっていう。あ、それなのレインシャワーもあって。なんか西洋式と日本式が折衷になってて、ほら、こういうシャワー、ね、あの、レインシャワーってさ、日本のお風呂にはないじゃん。だけれども、レインシャワーもついてて、ハンドシャワーもついてて、そして、体の洗い場があって、お風呂があるっていう。お部屋の窓が見えるので、ヤシの木を見ながらお風呂に入ることができます。そう、こう、あの、シンクも一つでいいと思います。ダブルシンクあってもね、絶対二人でいっぺん使うってこともないわけだし。そしてこれが何だろう、あ、櫛とかコットン、あ、ソープですね。シャワーキャップ、カミソリ、歯ブラシ、
あ、クリーニングキットいいですね。タオルも揃っていて、足拭きがふわ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 な足拭き。いや、素敵素敵な。いくらだったかな、ここ自分で忘れちゃった。ここは特に、スイートでもなく普通のお部屋のようです。逃げ場所は、あ、端っこまで行ってカーッと降りればいいんですね。はい、どうでしょうか。いや、素晴らしい、うん、綺麗だ ね、すごく、あの、機能的で美しいね。うん、よかった。なんかゆっくりできそうだし、ね、今日暑かったからクーラー効いてて気持ちいい。床も綺麗だね。じゃあゆっくりしましょうか。はい、コーヒーを入れるのは意外に洗面所にまで来ちゃうと便利 で、最初にこのケトルをきれいにするために煮沸槽消毒のために普通のお水を、水道水を沸かしています。これでカップも温めちゃいます。お湯が沸騰しましたので、ここで、カップも温めてしまいます。やっぱりカップが熱々だと美味しいので、コーヒーのお湯はちょっとぬるめぐらいがいいんですけれども、温めてる間にこちらにいいお水を入れました。そしてモンカフェは、私はカフェインレスコーヒー、夫はパプアニューギニアの味にします。この温めたお湯を捨てて、それぞれモンカフェをセットします。たら少し熱すぎるので、普通あの常温の水を足して90度ぐらいにします。そしてここでドリップします。もう満杯なのかもな。絶対美味しく入ったと思う。いいね、どうぞ。ありがとう。パプアニューギニア味。パプアニューギニア味、ああその匂いがする。行ったことあるのか。美味しく入ったでしょ。美味しいね、うん、うわーといい香りが、うん、お湯を入れすぎないでね。でカップは熱々 でお湯はちょっとぬるめで出しました。こうやってね、充電だけはやっちゃうなとね。まあ YouTube はやってない限りはそんなにあれかもしれないけど、でもやっぱり地図見たりするから、あの充電はすぐやってっていう癖をね、なんか充電ステーションっていう考えで、充電係っていうのを決めた方がいいかもしれないね。スーツケースを開けてガーメントを取り出して、そしてホックを取って、ハンガーの取ってから外して、そしてファスナーを、で確かここにハンガーを入れていたのにちょっとして、こうするとこうしてちょっと離して、出かけてバッてやると、もうすぐ服がシワもほぼなくてなるので、ガーメントおすすめです。ここにもうかかっています、洋服が。これごとこうですね。でこのガーメントをポイッとやって、ここにこうします。でちょっと広いとこに行って、これをですね、こういう形ガーメントにこうすぐこうなってるので、これをちょいちょいとガーメントをこうやって着せるようにします。で、ね、これちょいちょい入れます。そしてこのガーメントにここをチュ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 ってやって、パッてやって、でここのガーメントに、あのこういうフックがついてる方はね、ハンガーがガーメントの中に滑り込まないようにベチッと入れる、ここに入れると思います。そしてこの余分なハンガー、私たち洗濯で使う予定ですので、こうしてでチョップして、よっベッと出して、これでシワもなくまとまりました。それでこのスーツケースの蓋の方でこう入れちゃえばいいと思います。終わりです。え、明日洗濯機のあるホテル？洗濯、ちょっと確認しようかね。やっぱり私の間違いだったもんね。いつ洗濯できるか今考え中です。こんなおしゃれスポットが
おしゃれスポット、うん、ここもおしゃれなんだな。こんな総合もあるんだな。台湾の二大宗教は仏教と道教とされています。しかし民間宗教を道教に区分したり、また仏教と道教双方に参入される場合もあって、実際には2つの宗教がはっきり分かれているわけではなく混在しているようです。道教は多神教に属し、高尚な精神を持つ人物を尊敬し、民間の伝説や歴史上の人物を神格化して廟に祀って崇拝します。道教は日本統治時代に迫害を受けたため、信徒は仏教の寺で道教の神を祀ることしかできませんでしたが、戦後宗教に対する観念が寛大になったことから、仏教と道教が合流し、一つの神殿に同時に異なる神を祀るようになりました。これも台湾の特色の一つだそうです。你好你好两位人好谢谢、はい、今日は、ここのレストランはお決まりのメニューだそうです、お茶を出していただきました。さあ、月出しのようです。これはなんか山菜だよね、きっと海のものかもしれない。で、パイナップルと、私ね、食事の前にフルーツ食べるの大好きだから、これを見てここ決めた。こういうね、考えがとてもいい。いかにも台湾的でいいね、うん。美味しそうだ。ちょうど二人で。で、この緑のやつで、で、これとパイナップルを一緒に食べてみる。ここだよね。うまい。うまいと言ってもよくあるノンオイルドレッシングみたいな味なんだけど、ね、メロンがよく合う。海藻にごま入って、フルーツとこの野草みたいのがすごい広がって美味しい。まあ想像通りの味なんだけど、食が進むね。いいね、いいね。食べてみて。うん。この、ぶどうと、うん、もう私はフルーツも一緒に。ブドウとゴマと青菜が、硬い。緑のお野菜食べれていいね。うん、ね、うん、何のあれなんだろう。アワビと野菜の炒めみたいです。うん、アワビ本体とアワビの周りの紐と言われる部分がついてんじゃないかな、これ。このアワビをいただきましょうか。アワビと、この XO ちゃんが絶対入ってる感じで。これ別の貝だよね。別の貝が入ってて。ね、うん、で、これナマコかな？私初めて食べるかも。ナマコかな？あ、これ私の好きなスナップインゲンが。これが美味しそう。この XO ちゃんが。アワビなんかあんま食べたことない。ちょっと XO ジャンをちゃんとつけた、うん、ねっていうか、うん、今のようなシーンにはあんまりこう適してないなっていうのは分かった、うん、広いところを舐めるように振る、うん、アワビ、歯があるうちにこうやってアワビですね。シコシコと、うん、ピリ辛で、うん、クスオちゃんがたまんなくご飯欲しいね。このクスオちゃんが、うん、うん、美味しい。クスオちゃんって多分ホタテとかいろんな魚介類のあのソースで、それでできてんだな、うん、何かなと思った。美味しいね、うん、美味しい、うん、美味しい。この貝も、うん、貝がね、うん、私ホタテよりこのミニ貝が美味しいかも。あ、そう。
なんかね、脂肪みたいに味がいい。どう違う？染み込み具合な。なんだろう、親しみやすい味。うん。うん、これちょっと干してあるのかな。うん、美味しい。変好吃。很好吃。美味しいね、これ。蘭花棒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 。名前？美味しい。あと、これ、ここの、この、これ、エクソジャン、美味しい。自己做的。自己做的。やっぱり自家製だって。美味しい。なんかちょっと食べたくないけど、でも食べず嫌いはいけない。美味しそうだね。すごい柔らかいのね。あ、味がね、食感がでもいいね。そう、ゼリー。じゃあ揚げるわ。体にいいと思うよ。そういう感じする。がっつりチャーハンが来ました。またこれも説明される。なんか料理名がありましたけど分かりません。なんか小エビが入ってるし、なんか魚卵も入ってるかもしれない。こんもり盛り上げましょう。こんなに食べちゃいけない量を食べましょう。かわいいね。ほら、ちょっとこれやりすぎた。すごいね。はい、どうぞ。これすごいね。お店は今ね、6時半の時点で2組かしかいなくて空いている。奥にあったのかな、テーブルが。豆腐の新鮮奇鱼肚。さっぱり蒸しと思ったけど、やっぱここに油が浮かんでんだよね。だからさっぱりしてるから、こういう油を使ってるのかもしれないね。これが、これ何、魚の身だよね。身だよね、うん、これでこうつけて、で、豆腐があって、で、こう死んでいただくって感じで、で、こうやって、ここも移してね、これも。で、このお汁も一緒に、この油も、上の油も一緒にここかけてください。ここ。そして、ここかけて。じゃあ、私いただきますよ。じゃあ、まず身から。美味しい。何これ。食べたことない。なんか、豚肉みたいに感じる。魚なの？なんだこれ。魚なのに豚肉みたいな感じ。でもさっぱりしてるな。おいしい。これ何の魚なんだろうな。本当にメニューがあればいいけど、ここメニューがないから分かんないですね。本当淡白で、タンパク質がいっぱいって感じ。すごく、いや、柔らかいとは言わないけど、こう。でも、お肉にしたらすごい柔らかいね。なんか、ほろほろって感じだけど。美味しい。ヘルシーだね。お豆腐は絹ごしで。で、ネギだけじゃなくて、玉ねぎも入ってます。で、熱々です。蒸し物だね。いいレストランだったね。ここのお料理さ、食べてて全然お腹の負担にならないって感じよね。油もほんと使ってるようだけど、うっとこないんじゃないんだよね。またチャーハンおかわりしよう。太ってもいいもん。次はカニ来ました。カニすごい。カニのなんかピリ辛炒めみたいだけど、カニ味噌がちょっと甲羅にまぶされてませんか。ネギを取って、このさ、ちょっとこの生姜味見してみましょうか。
やだ。うん。カニ味噌の味がして濃厚。うん。うわうわ。どっか手をつけていいんでしょうね。ネギにカニの味が染み込んでるのね。すごいね。ほら、うわ。見えた。見えた見えた見えた、すごい。これ味噌。味噌がたくさん。味噌が美味しそう。ちょっと今最高な瞬間じゃないかな。美味しそうだね、カニ味噌。じゃあ。美味しい。わあ。うん。美味しい。味付け濃いんだけど、カニ味噌の味が美味しい。でも身の方もいかないとね、うん、これもうしゃぶるしかないのかな。なんだろう、思ったよりお汁がいっぱい入ってて、味噌いっぱい詰まってるね。すごいね。ほじって。うん。うわあ、贅沢。うまいこれ。鶏肉だ。うん。ごろっと。もうね。体に温まりそうだねこれ。でも本当鶏かな。魚かな。いや鶏だと思う。あ、ニンニクもいっぱいほら。うまいね。うん。もうすごい出汁が出てるのかね、いい色。じゃあこの鶏のすごいやつを、それ熱いと思うよ。もう取ってられない。うん、うん、熱々。いい、ハマグリの出汁が、出汁じゃない、出汁が。ハマグリが入って、ゴロッと鶏と入ってるね。そうなの。なんか地鶏っぽい気がするんだけど。なんかそういうしっかりした肉。ブロッコリーのなんかこう茹でたものみたいなのきました。ちょっと食べてみたい。カリフラワー。これは普通の感じの、ちょっとマスタードソースみたいな感じで、最後これとこれで食べるって感じでしょうね。いやー、食べ終わりましたね。ここは、Google マップの口コミによると、漁師さんと契約をしていて、その日に手に入った素材で作るから、メニューが決まってないとのことで、予算が600、800、1000、1200とあるらしくって、一人当たりで、私たちは600のコースにしました。で、そんなに高級食材が好きかって言われるとちょっと分からなかったので600にしました。だから今までね、そんな大体自分の知ってるものを頼むことが多かったから、何が出てくるのか分かんないっていうね。でも今日何でも食べようと思ったんですけども、そういうちょっとドキドキ感があったし、よかったね。お隣の人はちょっと違うメニューだから、多分800か1000とかそういうものを食べてるご夫婦だと思います。鍋物料理が入ってるみたいね。ハッカの人のお店らしいんですよね。ハッカっていうのは、まあ、中国大陸の中でも中国のユダヤ人って言われてる人ですけど、まあ、有名人も多いですよね。下にちょっと書いてみたいと思いますけど、台湾にも多く、住んでらして、まあね、その独特の料理とかいろいろあるみたいです。まあお顔立ちは特にハッと分かるほどでは、私たちはちょっと分からないね。もともとは北方系なのでね、大物のキリッとした顔の人多いんだけど、まあでもこれ良かったですね。スープ残ってるから飲む。うん。谢谢谢谢，拜拜。谢谢。谢谢。お、なんか、お。
もちもちして器甘くてうまい。61歳嬉しいですか。嬉しいです。違うね。あ、疲れ取れる。二日目の旅の費用についてご説明します。旅費交通費はホテルのあったバンカという駅から台北駅まで131円、台北駅から新竹駅まで1540円、電車に乗る前に買ったまんじゅうが392円、新竹についてレモンティーが348円、ランチの漢方スープ935円、食後の食べ歩きで肉まんが109円、餅のデザートが261円、ハーブティーが152円、夕食は八花系の海鮮料理で5220円、食後のタピオカミルクが392円、泊まったホテルは朝食付きで17887円、この日かかった費用は合わせて27367円でした。ご視聴ありがとうございました。